第五章、小田牧直次郎の家を調べると、昨夜見たまま、流し鉢の猫板の上の舐め物まで何の変わりもありませんが、不思議なことに、押し入れの中にあったはずの小判小粒5、600両にも余ろうという大金は影も形もありません。夢じゃなかったでしょうね、親分。ガラッパチが目をこすったくらい、ことも鮮やかな紛失ぶりです。夢ならいいが、これは少し念入りだよ。平次は辺りを見回しました。その目の色を読んだものか、やじ馬はかかり合いを恐れてパッと四方に散ります。ようやく壁隣の家の親父も捕まえて聞くと、平次とガラッパチが引き上げて間もなく、小田牧直次郎は何やら独り言を言いながら出て行ったきり、ひっそり感として朝まで何の物音もなかったというのです。その間誰も来なかったか念入りに尋ねましたが、親父の答えは取り留めもなく、何分半分眠っていたことですから、確かなことは少しも分かりません。こういったところに落ちてしまいます。二八という50年配の背負い呉服屋、これも一人者で、あとは猫の子の口もなかったのです。そのうちに小田牧直次郎の首と白犬の胴は大溝の中から見つけました。犬の首を一息に切り落としてあるところを見ると、まんざら刀の持ちようも知らぬものでないことだけは明らかです。疑いは欲の深そうな隣の親父二八、町内の遊び人で腕の立つと言われた権三郎、それに小田牧直次郎のしない友達やら飲み友達で足しげく出入りしている浪人の薄井金之助、御家人南九馬、旗本の次男で三本源吉などにかけられました。親分、大変だ。ガラッパチの八五郎が二度目の大変を売り込んできたのは、それからまた三日目の朝でした。また辻斬りかい、八。平次は妙に落ち着き払っております。そんなつまらねえ話じゃありませんね、親分。美濃和の万七親分が手追い呉服屋の二八を縛っていきましたよ。それっきりか。それっきりじゃありませんよ。あの二八の野郎が500何十両という大金を隠しておいたのを美濃和の親分が嗅ぎつけたんだそうで。よせばいいのに、あれはおとりだったんだ。親分もそれを知っていなすったんで。共同井戸の流しの下に放り込んであったはずだ。ミミズの巣の中に500何十両は変な図だったよ。平次は何もかも見通しだったのです。へへ驚いたね、そいつは。あの晩俺たちの掛け合いを親父が見ていたのさ。そうして小田牧直次郎が一晩帰らない上、明くる朝聖堂裏で殺されているのを聞くと、早速の早業であの家に忍び込み、みんな気のつかないうちに風呂敷ごと500何十両の金をさらって、腐った流しの下へ隠したんだろう。親分は見ていなすったんで。見ていたわけじゃねえが、親父があんまり流しの下を気にするから、後でちょいっと行って覗いてみたのさ。へえ、あの親父は叩き上げた人間で根が食えねえから、まだ何か知っているに違えねえ。それに小田牧直次郎の500何十両はどこから持ってきたか、それが分かるまでそっとしておきたかったんだ。放っておいても当分親父は金を持ち出して逃げるようなこともあるめえし、それに小田牧直次郎の家へあの金を探しに来る人間があるに違えねえと思ったんだ。へえ、美濃和の兄もつまらねえことをしたもんだ。この噂がパーッとなりゃ、辻斬り野郎当分旗子町へ寄りつくことじゃあるめえ。この上はもう一つの手だ。八、あの研ぎ屋をもう一度しらみつぶしに当たってみてくれ。ええ、俺はこの辺り中のセッタ直しを一人残らず当たってみる。あの裏金を剥がした後の繕いは素人の手際じゃねえ。
なるほどね。平次とガラッパチはこうしてもう一度新しい部署を定めたのでした。第六章、手違いは先から先と平次の手をくぐって事件を迷宮のうちに引きずり込みました。おやぶん。明くる日の朝、飛び込んできたガラッパチの顔を見ると、平次はさすがに肝を冷やして起き上がります。また底辺だろう。今度は何だ。やられた。誰だ。おぎや、末広町のおぎや十兵衛がゆんべ押し込みに。しまった。平次はすぐ駆けつけましたが、何もかも遅まきです。ガラッパチと平次配下の下っ引きが神田中の研ぎ屋を手を変え品を変えしらみつぶしに調べているのを悟ったくせ者は、研ぎ屋中兵衛の口の割れぬうち先回りして切ってしまったのでしょう。研ぎ屋の内外は上を下への騒ぎ、その騒ぎをかき分けて入ると、女房と二人の弟子が二三人の泣きわめく子供と一緒に気違いじみた混乱と興奮を続けているところです。とにもかくにもなだめて様子を聞きましたが、薄明るくなってから覆面の武士が表を叩いて入ってきて、亭主と何やら二言三言交わすうち、一刀を抜き打ちに切って捨て、帳場の注文帳をさらって雲をかすみに逃げたというだけしかわかりません。その武家に見覚えはないか。主人は知っている様子でしたが、私どもには何にも。女房もこう答えるのが精一杯。奥で寝ていた奉公人たちにはもとより何にもわかりません。研ぎ賃をたくさんもらった口はねえか。この店の一番の得意は誰だ。と重ねて聞きましたが、主人の一存でやったことで、これも女房や奉公人には分からず。亭主が人手にかけさせずに自分で研いだ刀はないか。さあ。その問いにも満足な答えは得られなかったのです。平次は改めて主人の死骸を見せてもらいましたが、傷は肩先から胸へかけて見事に切り下げたもので、並々ならぬ手だれと分かりますが、その代わり声も立てずに死んだことでしょう。これはいかん。平次もこんなに平行したことはありません。疑わしいのは、日頃小田牧直次郎の家へ出入りした遊び人の権三郎と、浪人の臼井金之助と、御家人の南九馬と、旗本の次男の三本源吉の4人ですが、権三郎を除けばあとは立派な日本差しで嫌味に縛って引っ叩いて口を割るというわけにもゆかず、この上は第三段の雪駄から手繰ってゆくか、4人の出入りを監視してその後をつけさせるほかはありません。憎いね、親分。こんな野郎はどんなことをしたって見逃しちゃおけねえ。ガラッパチは腕をさすりますが、どうもガラッパチでは歯の立ちそうな相手ではなかったのです。辻斬りや追い剥ぎは憎いが、こんなに手を焼かせるのはよっぽど悪知恵の回るやつだろう。待てよ、なんだって小田牧直次郎を殺したんだ。小田牧直次郎は辻斬りじゃねえ。あんなに金を持っているのはおかしいが、旅籠町の路地へ逃げ込んだ時の後ろ姿じゃもう少し小柄で若かったように思うが、その野郎を小田牧直次郎が逃がしてやった。押し入れの中の金。待てよ、親分。ガラッパチは兵士の独り言が少し不気味だったのでしょう。待ってくれ、俺は歓迎事をしてるんだ。五百何十両は大金だ。おはうちからした痩せ浪人が持っているはずはねえ。それを見せびらかして平気でいたのは自分が取った金じゃねえからだ。デイジ、くせ者の履いていた裏金を履いた雪駄が洒落すぎている。小田牧直次郎は何だって夜中に飛び出したんだ。毒を盛られて切られて犬の首とすげ替えられたのはよっぽど相手に恨まれた証拠だ。
恨まれてもいいほどのことを相手にしていたんだろう。身分のある相手の首根っこを掴んで500何十両を吐き出させたとしたらどうだ。わかった親分、わかった。八平次は忽然として立ち上がりました。